番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。ブラインドサッカー男子日本代表監督、中川英二です。ブラインドサッカー男子日本代表、中川英二監督。1974年生まれ、北海道出身の50歳。クーバーコーチングサッカースクールのコーチとしてサッカーのプロ選手を育成。現在はヘッドマスターを務める傍ら、2015年からブラインドサッカー男子日本代表のコーチとなり、視覚障害の選手も指導しています。東京パラリンピック終了後、2022年1月から男子代表の監督に就任。初めて自力で出場権をつかみ取ったパリパラリンピックでは初のメダル獲得を目指します。中川監督が在籍するクーバーコーチングサッカースクールは、オランダ人指導者ウィール・クーバー氏のメソッドをもとに子どもたちに技術を教えるスクールです。主にどんなことを教えているんでしょうか？基本的なまあミッションというか、まあ選手育成のビジョンなんですけども、あのチームメイトと協力してプレーもできて、個人でも打破できる選手を育成するっていうのが僕らの育成のビジョンがあって、いわゆるチームメイトと協力してプレーしたり個人で打破するためには、あの当然ですけども、まあ、技術っていうのがすごく大事で、メンタルですとかフィジカルですとか技術だったりいろいろ大事なものはあるんですけども、ただそのいろいろなサッカーの複雑的な要素の中で、あのクーバーっていうのはいわゆる技術側面からサッカーをアプローチするというようなのが僕ら の, あのスタイルっていうふうになっています。ブラインドサッカーに出会ったきっかけは、僕がやってるあのクーバーの指導者養成のコースがあるんですが、そこであのいわゆる指導者養成コースで、いわゆる障害者スポーツっていうのをあの取り出ようと思ったのが最初きっかけで、でたまたまあの僕らのクーバーで持ってるフットボールパークが八王子にあるんですが、その八王子のクーバーフットボールパークで日本代表のブラインドサッカーのチームが合宿をよくしてたものですから、あそこであのブラインドサッカーの方とは知り合って、僕ら の, そのクーバーの指導者養成コースの中で障害者サッカーのまあ講義をしてくれないかということでお願いをしたのが、あの一番最初のブラインドサッカーとの出会いです。でその時に講師としてはブラインドサッカー協会の方が1名あの来ていただいて、あとはブラインドサッカーの実技のデモンストレーションということで、当時代表選手だった加藤健人選手があの実際に我々の指導者コースに来てくれて、あのデモンストレーションなんかをやってくれました。その出会いがきっかけで加藤健人選手の個人コーチを引き受けた中川監督。パーソナルコーチをやってて、当然加藤選手も技術的にはあの伸びていきましたの で, でそうなっていくと当然代表チームの中で加藤選手がじゃあなんでこんな上手になったろうなんてこう噂といいますかね、そういうのが広がった時に、たまたまあのその当時の代表チームのゴールキーパーコーチが前代表監督の高田さんがあのゴールキーパーコーチをやっていまして、で高田さんもともと僕知り合いだったので、代表チームのコーチってオファーはあの高田監督が就任されてあのお話をいただいてっていうことだったんですけども、まあ、当然あの考える時間はあったんですが、その時はあの東京パラの出場がすでに開催国枠では決まっていたので、高田さんからそのプロジェクトのこう魅力とかっていうのをプレゼンされて、ワクワクするようなプロジェクトだったので、高田さんのまあオファーにはすぐに返事をして、まあ快諾したっていう感じでしたね。最終的にブラインドサッカー男子日本代表のコーチを引き受けた理由は、代表選手たちのものすごいこうサッカーに対する姿勢が良かった、姿勢といいますかね、あのもっと上手になりたいとかっていう姿勢もすごく強かったので、そんなところにやっぱり指導者としてはこうすごく選手の熱意とかにも惹かれた部分っていうのは多少ならずともあったんじゃないかなというふうには思います。指導者の立場から見て、通常のサッカーとブラインドサッカーの大きな違いは、フットボール、まあ、いわゆるサッカー自体っていうのが、まあ、あの不確実性の高いゲームと思うんですよね。というのは、例えば類似性のあるゲームで考えると、バスケットボールですとかハンドボールっていうゲームを考えた時に、基本的にボールを手で扱うので、手っていうのはあの人間の目や脳から近い部分でボールを扱うので、基本的にはこう確実性が高いゲームだと思うんですよね。例えばパスミスですとかそういうのっていうのはなかなか少ないゲーム、
ただサッカーっていうもの自体は足でボールを扱うので非常にこう不確実なゲームっていうふうに言える、いわゆるミスのゲームっていうふうには言えるんですけども、ブラインドサッカーっていうのはさらにそのサッカーよりもさらにこう不確実性が高いゲームっていうのが、まあ、ゲーム特性なんじゃないかなというふうに思ってます。選手が視覚に障害を抱えているブラインドサッカーはボードを使った指導や身振り手振りが使えません。細かい部分はどうやって指導しているんでしょうか。彼らは視覚ではなくて聴覚を非常によく使うので、まあ、聴覚から共有できるような、例えばですけども一つのアクションや動きっていうのを言語化、いわゆるコード化してそれを用いてみんなでそのアクションを共有化するですとか、あとは試合前のミーティングとかだと戦術ボードや映像っていうのが用いることができないので、例えば僕やコーチ、そのテクニカルのコーチが説明するときは選手とあと、まあ、コーチだったりドクターだったり栄養士だったり主務だったりゴールキーパーが選手と2人1組になって、まあ、選手の背中を作戦ボードのように、例えばこの右の選手がこういうアクションをしてこういう動きをしたら逆の選手がみたいなので背中に指で動きを書いてあげるような、そんな作業をして共有化したりしています。中川さんが指導するようになってから日本代表は個人の技で突破していくドリブル中心のサッカーからブラインドサッカーでは難しいとされる連携重視のパスサッカーへと転換していきました。僕がブラインドサッカーの、まあ、代表チームのコーチになった時は、まあ、2015年で、まあ、いわゆるその時のブラインドサッカーってあるわけですよね。ただ僕がしなきゃならないのは東京大会、まあ、2020年に予定されてたんですけども、その2020年に向けたチームの指導をしなきゃならなくて、ということは2015年の世界のトレンドのブラインドサッカーを目指していくってことではなくて、5年後のブラインドサッカーがどう発展してるかっていうことを考えたときに、その頃やってたサッカーじゃやっぱり通用しないので、いわゆる5年後にこのブラインドサッカーがどう変化してどう発達していくかっていうのをまあ予測して、その結果パスなんかを対応したっていうことがあるんじゃないかなというふうに思ってます。ブラインドサッカーに出会ったことで中川さん自身にも指導者として大きな変化がありました。僕が選手たちとこう何年間かずっと指導してきたときに一番感じたのはこう人間にやっぱり限界はない、やっぱり彼らがまあ努力の中でこう見せつけてくれたっていうところが、やっぱり僕は指導者としては、あ、やっぱりこう限界を勝手に決めるものじゃなくて、まあ、選手たちはこう限界を超えて、努力すれば培っていけるものなんだなっていうのは、ものすごくこう指導者としては改めてといいますか感じている部分は非常に大きいと思います。ブラインドサッカー男子日本代表が開催国枠で初めて出場した2021年の東京パラリンピック、中川さんはこの時コーチとしてチームに帯同しました。大会前の目標はグループリーグを突破して、まあ、メダル獲得っていう目標はあったんですけども、まあ、ただいかんせん初めてのこう世界の大舞台だったので、ですので、まあ、正直こうメダル獲得っていう目標は当然あったんですが、目の前の試合に全力を注がなければならないといいますか、まあ、当然今の僕らも一試合一試合大事にしていくんですけども、ただ何ですかね、こう本当にこう目の前の試合で精一杯っていうんですかね、なんかそんなような僕の感覚は持ってます。予選リーグ、日本は初戦のフランス戦に4対0で快勝、歴史的なパラリンピック初勝利を挙げました。いい手応えを感じたのでは。4点も取れたっていうのはちょっとできすぎだなというふうには思ってはいるんですが、まあ、ただフランスはその2021年の5月にワールドグランプリの大会でも勝ってましたし、まあ、基本的には苦手意識も当然なく、まあ、そこでは勝ち点3は取れるんじゃないかっていうような僕らの当然予測といいますか、僕らの力を出せば勝てるだろうっていう予測はあったんですけども、まあ、ただ4対0っていうのは、まあ、しかも初めてのパラ出場の初戦で取れたっていうのはちょっと出来すぎだったななんていうふうには正直思ってます。しかし日本は続くブラジル戦、中国戦に連敗、残念ながら予選リーグ敗退が決まりました。ブラジルは当時も今も世界ナンバーワンのチームで、勝ち点3っていうのは現実的な計算はしてなかったので、まあ、どこまで僕らの守備が通用するかっていうところではあったんですが、逆にたくさん失点してしまったっていうのはあったんですけども、で次最終戦の中国戦に関しては、実は引き分け以上でも次のステージに、いわゆる準決勝ラウンドに進めるっていうことで、まあ、引き分け以上でもっていうのは当然あったんですけども、まあ、ただ僕らの守備っていうのが、まあ、中国の攻撃に耐えきれず、
いわゆる彼らの方が一枚こう上手だったっていうところで完敗だったなっていうような手応えでした。その後順位決定戦に回った日本はスペインに勝って5位となりました。この結果を中川さんはどう捉えたんでしょうか。この当時の僕らの世界ランキングっていうのが世界で12位だったんですね。その世界ランクが全て実力を反映されてるっていうわけではないと思うんですが、ただ一つの目安として考えたときに世界ランク12位のチームが本大会で5位になる、いわゆる世界のトップトップの8チームが出るパラリンピックの舞台で5位になるっていうのは、出来すぎとは思わないですけども、メダル云々っていうよりは妥当な結果だったんじゃないかなっていうには感じてます。東京パラリンピック終了後2022年1月から中川さんは代表監督に就任。パリに向けてまず何から始めたんでしょうか。最初のミーティングでは僕らのこのチームの目標っていうのを、じゃあそのもういろんな大陸予選だったりとか、世界選手権とかいろいろもうスケジュール的にはほぼ決まっていたので、じゃあこのまでに何をするっていうようなところでしっかりと目標設定をしたっていうのが一番最初の仕事だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。戦術面で言うと中川監督が目指すサッカーはどんなサッカーなんでしょうか。まず一つ僕らのウィークネスとしては、当然体のサイズも小さいですし、あとは体重も他の大陸の選手たちよりは小さいので、そこのやっぱりコンタクトっていうところにすごく非常に大きな課題があるんじゃないかなっていうようなところを感じたのと、逆にフィジカルの強みっていうのは、その強度の高いアクションをどこの国よりも繰り返せる能力は僕らのチームは非常に高いなっていうところでした。ですのでフィジカル的にはいわゆるそれまであまりやってなかったこうパワートレーニング系っていうのを非常に多く2022年の1月からは取り入れるようにして、いわゆるもう客観的な目標数値っていうのをつけることで、選手もそこに目指しやすくなるみたいな感じで、そんなところはかなり一番最初から取り組んだところではありました。選手たちが当たりに強くなるようにフィジカル面を強化していった中川監督、目指すサッカーは攻撃と守備どちらを重視しているんでしょうか。基本的に僕は攻撃サッカーっていうのをマインドとして持っているので、ただそのじゃあ攻撃サッカーっていうと一人一人攻撃サッカーのイメージって全然違うと思うんですよね。ですので僕らのやりたいサッカーっていうのはやっぱりまずはチームと共有して、でその僕らが攻撃をするっていうことはどういうことかっていうと、攻撃するためにはやっぱりボールを奪わなきゃならないので、じゃあどうやってボールを奪うかっていうところを選手たちと共有して、であとは奪った後に攻撃に移行するこの時間っていうのをなるべく短くしよう、いわゆるトランジションって言われる守備から攻撃の移り変わっていく時間を短くしながら、じゃあそこに対するアクションの強度っていうのをどんどん上げていくみたいな。去年の8月にイギリスバーミンガムで行われた IBSA 男子世界選手権、パリパラリンピック出場がかかるこの大会、中川監督はどんなプランを立てて臨んだんでしょうか。ここの大会ではパラの出場権を持ってない上位3チームが上に上がるっていうような大事な大会だったので、じゃあこう何位以内に入れば出場権が取れそうなのかっていうプランニングもあるので、ですのでそんなことも考えてとにかくここでは出場権を獲得する順位内に入るっていうようなことを最大限な目標にしたプランニングっていうのを作っていきました。日本は準々決勝で強敵中国に敗れ順位決定戦に回りましたが、他のチームとの兼ね合いでパリに行くためには2連勝が必要になりました。プレッシャーっていうよりも僕自身もそうですし、選手自身もチームとして吹っ切れたといいますか、もう本当にそこにも最大限矢印が一つになって大きく向いていったっていうふうには思っていたので、日本は順位決定戦で2連勝パリ行きをほぼ確実にしました。特にイランに勝ったのは大きな意味がありました。勝てなかったら出場ができなかったので、ものすごくこう大きな、歴史を変えた一番だったんじゃないかなというふうに思います。世界のほんとトップランクのイランに対して僕らの実力っていうのはものすごく上回ったんだなっていうのをこう実感しながらこうゲームを進めていけたなっていうような記憶あります。6月にパリパラリンピックに出場するメンバーが発表されたブラインドサッカー男子日本代表は、長年代表を支えてきた黒田智成選手、田中明人選手が外れ、最年少の17歳平林太一選手という若い力が加わりました。
年齢構成としては40代も30代も20代も10代もっていうバランスの取れたチームだっていうような、まあ、年齢的にですけども、まあ、そんな印象がありますけども、じゃあどんなサッカーをっていうかというと、やっぱり僕らの強みを生かした攻守の切り替えがやっぱり世界一早いチームであって、その中でまあ対戦相手のまあコーチたちで分析をして、対戦相手の良さを消して、で僕らのストロングを出していくっていうようなサッカーをしたいなっていうのは思ってます。7月に本番前最後の国際大会となるダイセルジャパンカップが開催。 JR 大阪駅前の梅北広場に大勢の観客が詰めかけました。ブラインドサッカーは基本的にお客さんには静かにしてもらうっていう競技なんですが、それと真逆の環境でのまあ大会だったんですけども、実はこれも我々が望んだ大会で、僕はあのパリでのエッフェルスタジアムが1万3000人弱ぐらい入るスタジアムになるので、ですのでそこの騒音ですとか雑音っていうことを考えた時には、ものすごいこういいシミュレーションになる環境下なんじゃないかなっていうふうに思って、あえてこの環境はあのやってほしいということでお願いしました。この大会で日本はメキシコ、マレーシアに加え、パリで同じ組になるモロッコと2度対戦。予選は0-1、決勝は PK 戦の末に1-2で敗れましたが、大きな収穫がありました。当然ですけども、あのモロッコに対する僕らの対策っていうのを事前の合宿で積んでいって、まずはそれをトライしていくっていうのが一つの大きな目標でしたし、あとは新しい僕らのチームになってから、パリのパラリンピックに出る日本以外の7チームは、モロッコ以外のチームは今まで全て試合をしたことがあって、モロッコだけが新しいチームになってから試合をしたことがなかったので、そういった意味ではそこで2回もできたっていうのは、あの本番に向けてはものすごく収穫だったなというふうに思ってます。中川監督にパリへの抱負を聞いてみました。当然ですけども、僕らが目標に掲げているもうメダル獲得っていうところにもう全神経を集中させて、あの取り組んでいきたいと思っています。このチームでもう一回選手たちをあの夢の舞台、いわゆるパラリンピックに、もう一回あの舞台に、夢の舞台に立たせてあげたいっていうふうに思って、あのこのチームの監督を引き受けたんですね。ただあの今の僕の気持ちっていうのは、彼らをもう一回夢の舞台に連れていくっていうことではなくて、この選手たちをメダリストにするっていうのが僕のミッションであって、あとはその彼らをメダリストにするだけではなくて、彼らを常に支えてくれてる家族だったり、あとは会社の仲間だったり、いろんなあのお世話になってる人たちを本当にこうメダリストをあの今までされてきたんだ、家族だったらメダリストの家族だって、子供だったら、ね、お父さんメダリストだっていう風に、本当みんながね、あの選手本人がだけではなくて、彼らに関わっている全ての人っていうのに喜びを与えたいっていう風には思っています。